どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。3度の飯より煽りが好き、榊龍也です。さあ本日なんですが、最強モンスタールーンアイズペンディナムドラゴンをね、活躍させていきたいと思っております。かっこいいんですよこのモンスター。アニメ見ていただいた方だったらね、よくわかってると思うんですけども、もうよーくご覧いただきたい、この融合召喚条件超かっこいいくない。オットアイズペンデナムドラゴンプラス魔法使い族モンスター、つまりユウヤを象徴するようなね、融合召喚条件なんですよ。オッピープラス、魔術師とかで、作れるモンスターでございましてね。でこのカードをオットアイズペンデナムドラゴン以外の融合素材としたモンスターの元々のレベルによって以下の効果を得ると、要は魔法使い族モンスターのレベルですねによって以下の効果を得る。レベル4以下であれば、モンスターに2回攻撃できます。でレベル5以上であればモンスターに3回攻撃ができますという、モンスターに攻撃するっていう、効果なんで、ダイレクトアタックを3回できるわけじゃないので、ちょっと若干そこは使いづらいところはあるんですけど、例えば、ハークシャットでなんか相手のモンスターを戦闘破壊耐性与えてなんか3連打したりとか、そういうことは一応できるんですよね。で、2番目、フィールドのペンデナム召喚されたモンスターを素材としてこのカードが融合召喚に成功したターン、このカードは相手の効果を受けないということで、強いペンデナム召喚したモンスターを融合召喚にできればめちゃくちゃ強いというモンスターなんですけれども、本日2番の効果は発揮させていただきました。あまりにもアドソンムーブなんで、ペンデナム召喚をなんかその安定的に行えるデッキなんて今デュエルリンクスに存在してないんで、なんでこの2番の効果1回破棄しまして、普通に、融合していきます。でどうやって融合していくか、これオットアイズペンデナムドラゴンって書いてあるんで、名称指定でこれ別にオッピーじゃなくていいんですよ。元も子もないこと言いますね。オッピーじゃなくていいんですよこれ。沼地のマシン王とか、あとは今回入っているこの融合樹印生物闇とかでもいいんですよ。なんで、このオットワイズペンデラムドラゴン扱いになっているここを、闇、融合樹印生物闇に任せまして、で、魔法使い族モンスターはどうしたらいいかなって思ったんですけども、これね、このモンスターね、特殊召喚のなんかその制約みたいなの特についてないし、ドラゴン族なんですね、これ。なんで、竜の鏡で出せますし、あと、単純に融合樹印生物闇の効果でも別に出せるんですよ。あと、あれですね、ネクロフュージョンとかでも別に出せます。普通に融合、手札のマジックカード融合を発動しても出せますし、結構簡単に融合できるんですよ。で、じゃあどうやって出していくのがいいかっていうと、やっぱ一番簡単なのはやっぱ墓地融合だと思うんですよね。墓地の素材を使って融合していく、ドラゴンズミラー。なので、あとはだから叩き落とせばいいと、素材を、墓地に。魔法使い族と融合樹印生物闇を墓地に叩き落とせるギミックは何がありますかと。一番強いのはそうなんですよ。光の援軍なんですね。やはり、こいつが魔法使い族ですから、こいつも魔法使い族ですし、なんならこいつも魔法使い族なんで、こいつはドラゴン族ですね。はい。なんですけども、魔法使い族なんで、これを叩き落とせばいいということで、本日はもうライトロードギミックをふんだんにつけまして、ぼっちで融合していきます。で、このデッキのいいところはやっぱり、その、ルミナスライデンっていう最強ギミックが入ってますんで、しかもデッキ枚数21枚くらいでいきますんで、20枚か21枚くらいでいきますんで、引きやすいと、墓地肥やしギミックをその促進させるカードが。なのでここで、ブラックローズしたりね、ミカエル、フォーチュンレディ、エヴァリーしたりしながら狙っていける融合を。でさらに融合樹印生物闇はオッピーにもなりますし、ブラックマジシャンにもなれますんで、ブラックキャバラルヒがマジカライズフュージョンで出るという、これが最強です。はい。こいつ戦士族なんで。強いですね。で、あと、防御だとして、ステゴサイバーとタスケルトンが入っているのと、あとカオスメトレイヤー。はい、これ、レベル6なんで、墓地から出てくるレベル6なんで、これと、バルブとかでね、ブラックローズ、召喚剣使わずブラックローズ飛ばしながら、相手のフィールドを全部っ破して、その後に展開していくみたいなのもできるんで。はい。というわけで、本日はこの、ルーンアイズペンデラムドラゴンを最も簡単に出せる激ヤバデッキを組んできたんで、やっていきましょう。いわゆる、スタンバイ。さあお相手の方では見せて、社長じゃないですか。私もまだ全力で。いやかっこいいな。この魔法カード発社長がね、相手になってくれるのめちゃくちゃ嬉しいですね。相手もライトロードです。そして相手もライトロードか。相手にとってクソがないだろう。見るがいい。ハンファイブのでもキャラクター僕一番好きなのはユウトなんですよね。
ダークリブリオンエクシーズドラゴンの使い手ですね。まあ、ゆうとくん即座にゆうやと合体するんで出番めっちゃ少ないっちゃめっちゃ少ないんですけど、あのアーク5アニメのねアーク5では毎度毎度デュエルでみんなに笑顔っていうシーンがめちゃくちゃ流れるからやばいハード入ってんじゃん。だからなんかあの笑顔ボットって言われてるんですけど、さあフォーチュンレディエヴァリーシンクロ召喚いいでしょう。エヴァリーシンクロいいでしょう。全く問題はない。あ、私はいいだろう。 SC 何、まあでもそんなに魔法トラップカード使わないんで大丈夫です。ドラさんとドラゴンズミラー、なるほど。一旦光の援軍から入ります。援軍効果、とりあえずルミナスですかね。で、ミネルヴァ落ちてるんで効果使いますね。でミネルヴァ効果、あ、ベトレイヤー強いね。ベトレイヤーめちゃくちゃ強いわ。ですね、とりあえずルミナス召喚でルミナスの効果発動、ルミナスの効果によってライトロードアサシンライデンを墓地に送り、そしてライデンを特殊召喚、そしてライデンの効果発動、ライデンの効果、なるほど、有効中に生物闇に落ちる。1回ミカエルかな。ブラッククローズしてもあんま意味ないじゃん。ミカエルで、でミカエルをシンクロ召喚で、ミカエルの効果を発動、千ライフポイントを支払い、相手フィールド上のカードを1枚選択し、そのカードをゲームから除外する。そしてカオスベトレイヤーの効果使っていいのかな、これ闇属性、ああ融合順位生物2枚落ちてるね、大丈夫だね。融合順位生物が、まあ、2枚落ちてればあのカオスベトレイヤーのコストに1回使っていいんで、エヴァリーは除外しといた方が良さそうなんで、一旦除外かな、一旦除外ですね。カオスベトレイヤーの効果発動、墓地より闇属性モンスターと光属性モンスターをゲームから除外し、うるせえな、うるせえわ、 DDD できてねえだろお前使ってんの。しっけ、おいエヴァリー除外して、ねえドラゴンズミラーを発動、墓地よりオットアイズペンデラドラゴンと魔法使いづかモンスターをゲームから除外し、現れろルーアイズペンデラムドラゴン、そしてスキルを発動、悪夢の章、悪夢の章の方から言って、うわつえつっつえつっ強い、そして光の援軍を発動、これで防御が落ちてほしい。あー落ちなかった。あでも言うてミカエルの効果あるから落ちるか、絶対にミカエルの効果ある。これでまたとりあえずこれでぶん殴っていく。なに、これ何のジェンダー、ルーアイスペンデラドラゴンでダイレクトアタック、うわーってステゴサイバー、やばい、そんなモンスター落ちてたのか、完全に見てなかった。あ俺もステゴサイバー落ちた、助けると思ってた、大丈夫だこれは知らない、絶対にこれは絶対知らない。もう墓地にいないしね、防御札はもう墓地に防御札はいない。はい、ルミナス召喚いいでしょう。さあルミナス効果でライトロードアーチャーフェリスを作って、ライデン特殊いいでしょう。でライデン特殊オッケー、オーケー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 、 ID 取っていく必要がない、なかなか激闘になってきたじゃないか。バレボ落ちてんのか、やべえな、ブラックローズやばい、やばいぞ、バレブとなんかカオスベトレイヤー落ちてるぞ。顔ミカエルの効果、これ1枚は発動しいな、モンスター効果発動、1枚だけ発動しといていいか、1枚だけこうしといこう。はい、でこれでバレブ来る、でバレブ特殊からのベトレイヤー、あ待ってベトレイヤーいんのか、これベトレイヤーでアサシンライデン除外されたらやばいか、あやばいか、これ俺ルミナスの効果起動できないかもしれないな、まずい。まあでも一応ステゴサイバーはいる、墓地に多分出せはするな、ステゴサイバー俺のステゴサイバー、俺のステゴサイバーでも、まあじゃあライデンのことが大丈夫、デストロイサムライいいだろう、バトルいいだろう、私はいいだろう、ダイレクトアタック、助けるともうゲームから除外し、その攻撃を無効にする。じゃあすごい激闘だ、めちゃくちゃいい試合、俺のターンドロ ーマジカライズ来た、神ゲー、ライトロードサムナールミナスを召喚、そしてサムナールミナスの効果を発動、
手札は1枚墓地の送り、墓地のアサシンライデンを特殊召喚、そしてアサシンライデンの効果は発動、シャッ、なるほど。そしてあーブラックローズしかいない、これやばいぞ。あ、ん、待てよ、でもバルブいるからこれ立てていい。これね、エヴァリーはねデストロに突っ込むとゼロになるんですよね、打点が。やばいこと起きてるんですよこれでバレブいるんで、バレブ特殊して、で先にこうですね、ハマーですね、グローブバレブの効果と、バレブ効果特殊召喚、レベル7のフォーチュネリエヴァリーにレベル1のバレブをチューニング、新規の召喚、革命の炎を燃やせ、力を借りるぜ真珠ウェーバーさん、そしてマジカライズフュージョンを発動、マジカライズフュージョンの効果によってポチの戦術モンスターとブラックマジシャンのゲームが始まり、ブラックマジシャン、ブラックキャバロリー融合召喚、うおいやなかなか熱いディールだったぜ社長、対戦ありがとうございました。いややっぱ遊戯王って最高だね。さあお相手の方、おエドフェちゃん、あれかな、時計塔かな、今ここでエドフェニックス使ってるということは多分時計塔なんじゃないかと思うんだけどね。エアーマン、なるほど、オッケー、エアーマンでデッキからヒーローモンスター一体を手に加える、いいでしょう、よろしい。ディバインが、あ、時計塔だ、多分時計塔や、出た運命の歯車、出た出たよこの最強スキル、運命を刻む時計で、融合の時計塔を手札に加えて、で融合の時計塔を発動し、融合の時計塔をのカウンターを3つ置くとかいうぶっ壊れスキル出た、出ました最強スキル、運命を刻む時計の効果で、カウンターを3つ置く、でサイクロンをサーチ、強えサイクロン刺さんないけどね、こっちのデッキ魔法トラップからは全然ないから、サンクセワンの怖っ、めちゃくちゃ怖いじゃん。いやブラックローズで吹っ飛ばすしかないか。ですね、とりあえずはいはい、時計塔ね、了解、時計塔の効果で、4つカウンターが置かれたことによってものすごいこと起きた。でとりあえずルミナス持ってくる感じでいきたいですね。あ、ルミナス来ましたね、ルミナス来た、 OK、 でさらに追加で落としていく、助けるとナイス。でも助けると1枚程度ではあのデッキ耐えきれないんですよ。なんでできればあれですね、ステゴサイバーの助けと両方持ってるみたいな展開にしとかないとやばいですね。あ、通る、なるほど、これ通るんだ、なるほど、通る、今1枚ないのこれなんで、でこうします。融合2枚引いてるの結構強いけどな、これブラックローズドラゴン吹き飛ばしていいか、これブラックローズ通る、通んないよね余一だな、それは余一行くしかないんだよな。でもこれ先に打っといたらまあ一応効果止められましたけどね、まあいいや、これでもうサイクロンを無限に止めよう、サイクロンとマスクチェンジを無限に止めよう、こうだなこれでサイクロンと、まあ、戦闘ダメージは無効ですけど戦闘破壊はできるんで、別にエアーマーはサイクロン止めといたらさ、もう向こう多分そんなに展開できないと思うんだよね。これ一応使っとく、あーまるで意味ないね、何の意味もないカードを落としたね、まあしょうがないか。これ昔はね悪夢の章つって感動1枚増えたんでめっちゃ強かったんですけどね、ただ相手でも3600対象取れないモンスターを超えるの結構難しいと思うんだよあのデッキ。まあ、一応エクスカリはいるか。まあでもサイクロンを発動させなければいいんで。ブラックキャバロリーでアタック。さあブラックキャバロリーでアタック。山を攻撃。スパイラルシェイバーモーキー。そしてターンを終了するぜ。さあお前のターンだアイド。プロのタクティクス。サイクロンとマスクチェンジ全部止めまーす。キャバロリーで。あ無理でーす。あ無理でーす。無理でーす、全然無理でーすこれ実は最強説、この戦術実は最強説有効時計塔を割れなかった場合結構相手きついだろ、きたー
最強や。キャバルリー最強。とりあえずドラゴンズミラーを発動。ドラゴンズミラーの効果により墓地のオッドアイズ扱い、はい、神ゲー。何が強いって、キャバルリーが強い。さあお相手の方、はあ、石津イシュタールさん。何、魔導人なんで石津。ブラックマジシャン、あ、初期いいな。俺初期ブラマジ砕いたからないんですよね。信じられます、初期ブラマジ、あの初期の頃にあの UR 玉かなんか足りなくて金かなんか砕いたんですよね。で相当のサンダードラゴンに変化しました。ボショライン。フィールドにリバースカードを出します。ターンエンド。あ、終わった。やばい、終わった。やばい、それは終わる。人生がまずいぞ。この石膏しょってボショ封印、これやばくないか。でもめっちゃ反動強いのに、俺めちゃくちゃ反動強いじゃん。え、動揺してる今。ソーラーエクスチェンジ、そう、ソーラーエクスチェンジで逃げれば墓地送るで、逃げれば効果。え、これマジヤバくね、これマジヤバくね、これこれどうすんの、これ好きな発動したら何か起きるよ、これ。あ、何か起きた、何か起きた。とりあえずタスケルトンで落とそう。タスケルトン落としとこう。タスケルトン落とす、絶対に。いけ、ソーラーエクスチェンジ出そう。あ、タスケルトンじゃなくて捨てこさなかったか。あ、なるほど。あ、助けるとは落ちた。なるほど。助けるとは落ちた。で、ライトのサムナーメンス召喚。あー、でも持ち通せできない意味か。くっそ。くっしょ。何もできない。やばい。何もできないぞ。うわー。強すぎ、強すぎ。強すぎ、強すぎ。やばい、やばい、それは。それはやばい。あー、回復。嘘だろ、なんだこの最強のボチベタだっけ。無理だろ、どうやって勝つんだよこれ。嘘でしょ、一生勝てるくせえわ、そんな。無理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 、キモい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 、キモこのデッキ、やば。いやうーわ、ブロックします。